からもう。クリスマスだね、うん、原型とどめてないね。いいですな。美味しいです。あ、そうですか。やっぱせっかくです。口の中に食べ物入れて喋らんとってください。今回ね、2個。とりあえず明日受精の有無の確認をせなあかんわけね。お病院にね、バイオ室に12時までに電話してって言われた。今回ね、どうなるか分からへんけどね。これであかんってなるかもしれんし。うまくいけば、私は今回ですね、新鮮肺移植を選びまして。で、やっぱり新鮮肺移植よりも凍結肺移植の方が妊娠率は高いわけよ。そうそう、でその説明も一応あったし、みんな大体の人がその凍結肺移植をするんやっていうのを、まあ、聞いとったし YouTube で見てね、お勉強して知っとったんは知っとったんやけど、新鮮肺移植を選ぶ人っていうのは卵が少ない人ね、1個とか2個とかしか取れん人が新鮮肺移植を選ぶよっていうのも、まあ、聞いとったし、で私は実際その1個しか取れんと思いよったから、最初からもしそこまでいけるんやったら新鮮肺移植という選択をね、先生と話ししとって、で一応まあ今回2個取れたんやけど、一応このまま新鮮肺移植に進めたらええなっていう段階です。で新鮮肺移植の場合やとスケジュールが胚盤胞まで育つのに採卵から5日か6日ぐらいで、今回顕微授精じゃなくて体外受精、まあ、普通のね体外受精を選びました。ふりかけのやつね。だから朝お父っつぁんに新鮮なお父っつぁんの中のお父っつぁんを出してもらって、今日ね仕事やったんですよね、お父っつぁんが。なんで朝一で
高速乗って持って行ってもらって病院一人で。で私は採卵が11時半からやったんで11時に病院に行って、その私今回局部麻酔やったから、ね、そのヒーリング室っていうのがあるのよ。でそのヒーリング室にもう採卵が終わった人とか今これから採卵する人とかっていうのが術着来てね、手術着来てみんな待っとんやけど、大体みんな点滴をこうしとるわけよ。点滴持ってこうカラ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 歩いていくんやけど、そういう人は大体静脈麻酔の人ね。で私は局部、てか私しか局部おらんかったんじゃないかな。一人だけなんかすっごい軽快に歩いていったんやけど、私何もせんからね。なんていうんかな、ちょっと微妙に声が聞こえるんよ。だからさ怖くってさ、で自分が呼ばれて最初に内診した時に、まあ、右に1個大きいやつがあって、左に1個、まあ、ちょっとちっちゃいかなっていうのが1個あってんけどな。左がよ、前から言うけど、私卵子宮の真裏に卵巣があるの、左ので。しかもその卵巣の卵のある位置が一番奥やったんやって。だけん子宮を刺して、しかもぐーっと奥まで、採卵のこの針があるわけですわ。それをぐーっと持っていって取るんやけど、多分これはめっちゃ痛いよってもう最初から言われとった。で、まあ、前から言われとったんやけど、めっちゃ痛いよって。でその今日担当してくれた先生っていつもの先生じゃなかったんやけど、その先生にも多分これめっちゃ痛いよって言われとった。麻酔するけどねって、へーってうーんと思って、あー分かりましたみたいな感じで出てきたんやけどさ、バクバクしょってさ、心臓痛いって聞いとるもんやきん、怖いやん。最初に宣言されたらさ、その痛みの度合いが私には分からんわけやんけんさ。でその私の前に呼ばれていった子がさ帰ってくるわけよ。なんか台に乗ってさ、こうなってさ、カラ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 帰ってくるわけよ。でそれをさ見えるんよ、ちょっと、あ帰ってきたと思って。でもう麻酔が効いてるもんやんけん寝よんよね。だけんなーとか思いよったん、最初はな。最初はな、ええー、なーって思いよったんよ。ほんなら隣に終わった子で静脈麻酔の子がなだと思うんやけど、もうおえおえよったおえおえ吐きよった。なんかもう気持ち悪いんですってナース殺しとったけん、もう怖くてさ、あ こんななるんやみたいな。途中までは静脈麻酔の方が良かったかなって、その子宮刺して痛いって言うし、先生も変な位置にあるしって言うけん、静脈の方が良かったんちゃうかなと思ったんやけど、あんだけなんかおいおいよもさ聞きよったらさ、痛みに耐えた方がマシなんじゃねえと思ってまあまあ今回局部麻酔やったんやけど、ほんで診察台の上乗って、先に生理食塩水で、 あったかい生理食塩水でその外と中を洗うんよ、洗浄するんやけど、なんかそれが一番嫌がる人が多いんですよみたいな、横の看護師さんがさ、こう腕さすってくれる看護師さんが多いんやけどに、これが一番皆さん苦手なんですよって、痛いとか気持ち悪いとか言うんですよって言うけどさ、私はねその洗浄に関しては、いや確かにさもう器具でこう広げられとるけん、なんかそれもなんかあれだったんやけど、それよりなんか私はねそれに関してはね全然やった。なんかあったかいお水をお湯をずっとこうかけられよるみたいな感じ。痛いとか気持ち悪い、まあそれはええもんではないよ、ええもんではないけど、そこもなんかみんなが言うそのいやあれが嫌って気持ち悪かったって言うほどのもんではなく、ぬるいなんかお湯をこう綺麗にこうかけられて洗われよるみたいな感じ、中外中みたいな感じで、それは全然大丈夫やったし、局部麻酔ね、局部麻酔もほんまに歯のさ歯の麻酔する人やったら分かるかもしれんけど、あれチクッてするだけやん、ほんまにキュンみたいな感じやん。麻酔もそれぐらいだった。だから痛いっていうよりかは、あこれ麻酔かなみたいな、キュンってするような痛みがあって、あ麻酔かなっていうだった。でそっからもうほどなくしてすぐに採卵始まったんかな、もうすぐ早かったよ。えそれ聞いてるんですか、大丈夫なんですかっていうタイミングでもう右から始まったんやけど、正直言うとね右はねもうされたかどうか分からんぐらいだった。感覚的に何もなんか私だから痛みとかもなくて、はい入ってますよみたいな、はい取りましたよみたいな感じので、モニターがあるんやけど、モニターが見しょったんやけどさ、入ってきては見えるんやけど、あ取ったんやみたいな、あ終わったみたいな感じやった。右はな始まる前にさ座薬よ、
痛み止めの座薬入れられたんやけど、私はあのまあお便秘やってんか、ずっと3日4日お便秘なんよ。うんてがでんくってさ、うんてがでんくって座薬入れられた瞬間にめちゃめちゃなんかもう漏れそうになってさ、オムンティーがごめんご飯食べるしょごめんね。私だから そっちの方が意識いっとったんかもしれん、痛みとかよりも。えトイレ行ったりかんかなって思うた、その待っとる間とかも座薬入れとる時、あれがなんかなんていうかな、きっかけっつうか起爆装置じゃないけど、キュンってギュッて入れた瞬間なんか、爆発しそうだってさいやマジ漏れそうと思って、うんって私の中の私が漏れそうになって、もうそればっかりがなんか意識いっとって、左よ左、奥までさ、まず管がこうくう管っつうかこうピューっと通るのが見えるんよ。でこれ奥までやるよ、奥まで行くよっていうのをモニター越しでこう見よったんやけど、あ入っていっきょる入っていっきょるみたいな感じ。おいでもなんかその先生が痛いよって言われには全然平気やんみたいな、あ余裕やん、え やれんことないな私って思いよったんよ。もうその始まる前はさ怖くってさ、でもさこれが痛いっつってさ、出産の痛みに比べたら私のこの痛みなんて濃いやぐらいな感じでやってやんよ濃いやみたいな感じでさおったんよ。であんまりそんななんかだっけ自分が思ったほど痛くなかったけん、あ余裕やんとか思いよったんやけどさ、まあはははははは卵取るときよ、はいじゃあ取りますねみたいな、はい吸いますねみたいな時にズラーみたいな、ズラーみたいな生理痛の重いやつが、私のその卵巣の位置だけがどうしてもちょっとなんかうんともすんともなところにあったけん痛かったけど、通常通りその子宮の真裏とかじゃなくてこうあったら私的には余裕で全然耐えれる痛みやなって思った。それよりかも卵管造影の方が果てしなく痛かった気がするな、いつ終わるんやろこの痛みみたいな。まあ採卵数が少ないっていうのもあるけどね、あれを私あの左をさ、あの左の痛みをあと8回耐えろとか言われたら無理かもしれんな。あの何とも言い表せんあの痛みというか、生理痛の重いやつのしかもなんかもうチクチクこう針で刺されよるみたいな、あれをまあ耐えろって言われたら無理。そらなあみんな静脈麻酔するんかもしれんけど、だってあ静脈麻酔したらだって両隣もうずっと吐きよったからね、おいおいおい言うてかわいそうになあ。私だからさ終わった後マジスーパー元気やけん、出血もなかったし、だけど卵巣の位置さえ悪くなかったら多分、いやそれもそんなこと言うていかんわな、痛みやって人それぞれやし、私痛みに強い方やけん、そうなんですね、歯食いしばるタイプやきんやけん頑張れるタイプなんよ、頑張れる子なん、私痛みに強い子なんや、うん、まあ私採卵して2個取って、で2個ともまあ空砲じゃなかったんでね、お値段が限度額調整なので2万2000円でした。でこっから先払わないといけないお金っていうのがもう限度額調整で決まっとんで、もう2万6000円以上払うことはもうないですっていうふうに言われてるけん、もうあと2万6000円さえ用意しとったら、まあそこまでいけたらの話だけどな、これ。でけん、肺盤胞まで育って移植しますよっていうとこまでいけたら、なんやけど、まあっていうご報告の動画なんですけど。なんかさ、あの不妊治療のさ、YouTube しよる人とかってさ、もうちょっとなんか詳しく、ああだこうだ、そうだこうだって説明しよるけど、ごめん、私なんかできんのよね、そういうこと。もう感覚で喋っちょるけん。次はね、まあ言うて、明日また、いろいろ、結果が分かってさ、ダメでした、もう一回採卵からですってなるかもしれんし。まあ、わからんけんね。またそれはそれで、おいおい、あの動画にしようかなと思ってます。採卵するときにさ、今から採卵するなんかちょっとみんな応援してっていうさ、あれをさ、投稿しようと思ったけど、そんな余裕もなかった。なんかもう緊張して。かわいいやろ、緊張するの、私だって。なあ、そうなん。まあ寝るわもう。